富士山は見えないけど、なんか山って感じで映ってるかな。見えないけど、あー、なんとなく映ってるなんとなく、今チラッと見たけど、なんとなく映ってるね。パノラマロードっていうところを走ってる感じですかね。で、これ右かな。あ、そうだね、いつも左からこう曲がってくる感じなんで、逆にね。で、これを右に曲がりつつ、この10% の小声を自転車厳しいね。3時か、出発してから2時間ですね。まあもう急いではいないんでね、ゆったりとまったり寄り道しつつっていう感じですけどね。サファリパークか。お、だいぶ赤い葉っぱが出てきたね。この辺ちょっと針葉樹っていうか、あの松っぽい感じの、なんだろう、ヒノキかな。あー、いいね。やっぱススキって感じだねススキ、枯れた芝生みたいな。あいつ赤信号だったよね、今ねテレビとかで やってるところなのかな。あー、いいね。来た来た来た。ちょっと揺れてるかもしれないですけど、多分手ぶれ規模が効いてるかも。おー、いいじゃないですか。これはいいわ。見頃ですわ。来週まで持つかな、これ。わかんないけど、あー、今のところだけだったかな。でも良かったな。赤かったですよね。撮れてるかどうか微妙色まで。あ、でもまあところどころまだこっちの方も残ってる感じ。いやー、今週だったですかね、紅葉ね。来週まで持てばっていう感じも、この辺なんかちょっと散っちゃってる感じですね。ああ、残ってるね、赤ね。もみじかな。ああ、いいね。このオレンジっていうのかな、こう、なんか黄色と赤の境目みたいな色。お、あれはちょい上かな。いいですね。またちょっとススキが連なる感じで、やっぱね、一気に気温下がったね。3度ぐらい下がった気がする温度計かって。いやー、それにしてもね、いいですよ。来週来てみたらいいんじゃないですか。僕は来ないけど、どうせ遊びに行くならやっぱ釣りがいいからね。今日もね、和歌山で紀の川まで行っちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱね、距離あるんですよね。その琵琶湖にしてもね、結構距離あるんですよ、亀山からね。まあ向こうの人にとっては死刑よとか言いそうだけど、まあ仕事っていうのはやっぱり一番ネックだったかな。ネックっていう言い方も変だけど、まあでも昨日からもう一回来年行きたいな、また。まあもう鮎のシーズンね、さすがにもう落ち合いで、もう腹お腹真っ赤だったですからね。写真コスプレみたいなやつなのかな、わかんないけど。あー、やっぱね、気温14度になってます。眩しいけどね、ちょっとね。とど
県をまたぐ移動は慎重に。まあ仕事っすからねそう言われても仕事っすから、一応一応仕事なんで、そう言われてもね迷いそうだけど本当に迷っちゃうやつだよ。まあそうか、ここがあるか、子供の国行くか、うん、面白そうな感じだったけどね。ここ右曲がってなんか行くんだと思ったけど、うん、こんな感じですね。まあもう今回の見どころこれこれになっちゃうのかなこの紅葉がねいいじゃないですか、紅葉だけ見るといやなんかね、取りまくのはいいんだけど、電池をともかくメモリが足んなくなっちゃうんじゃねえかなと思ってということで、ちょっと、節約でいきます。あー見えてきたね、茶畑プラス海がいいですね。出たかな。この先にね、あのちょっと難しい交差点があって、まあ地元の人にとっては難しくないかもしれないんだけど、ナビでこうナビの誘導されるじゃないですか。そうするとね、これどっち行きゃいいのっていうところがあるんですよ。それがね、この先の左曲がったところのとこなんだけど、ここね、この交差点、これなんか一見普通に見えるじゃないですか。でこれ見て、あれ僕左折だったんですかね。あれまっすぐもあったけど、道なりでこっちにっぽいじゃないですか。だからなんていうの、ウインカーの出し方もわかんないしっていうところなんですよ。なんかわけわかんないですよね。でこう登って降りる道もあって、上に行く道もあってっていう感じです。こっちからこう登ってくるとね、そのちょうどあそこはなんか頂上っていうか、まあちょっとした、まあ、頂上になってる感じ、中間点っていうのかな、なんだけど、だからちょっとね、あそこを毎回悩むんですよね悩むっていうか、もう、いやーびっくりした。今急に電池切れちゃって、ちょっと退避できるところあったんで、せっかく海が見えそうだと思ったのに途中で切れちゃったら意味ないもんね。危なかった。見えないかな、なんか一瞬今ねちらっと見えたんですよね。ちょっと街並みが増えて、家が増えてきちゃったから、下が見え、あ、見えた見えた見えた、あ、見えたかな、左側、うん、どっか見えるとこあるかな、この新東名の高速の下のあたりとか、あ、見えるかな、見えますかね、見え、あの、あれ、海です、一応雲じゃないです。あ、見えたかな、映ったかな、見えますね。あー、新東名の上、海ですで、正面の山があれは、なんだっけ、ボスボスでね伊豆半島はいはい、房総半島みたいな大変で、どこまで見えるね。いやー見えたな、けどね、やっぱね、朝かな、方角的にね、朝日が昇ってこう海が見えてみたいな、そういう感じが良かったんですかね。いや、これルート的には良かったなルート的には良かったけど、時間帯と天気が悪かったっていうところです。いや、電池ないな。いや、電池ないんだけどね、ちょっとここは撮りたいよね、こう海が見える瞬間っていうかな、うん。まあ、ここを下り
切っちゃったらね、見えにくいかな。うん、左側に見えてくるだけみたいな、そういう感じになってくると思うんだけど。これはこっちか。道が。ああ、いい感じに光が当たってる。いい感じに光、あの街には光が当たってて白いのがちらほら見えるんだけど、海がちょっとなんかもやってるね、残念ながらね。まあ、この辺ぐらいまでかな、見えるのはね。ここまで下がっちゃうともうさすがに見えないか。ということで、また後ほどですね。ね、1号線入りました。ちょうど今これはどの辺り、富士の辺りかな、富士市だったかな。いやー、なんだかんだ、あ、見えてる、富士山見えてる。頭だけちょこっと見えてた。それちょっと動かせないです、カメラ。残念ながら。右側、まみぎ川。何言ってるかわかんないけど。そんな感じでーす。はい。で、まあ、1号線ひたすら走る感じで、新幹線が今行っちゃったんだよね。ちょうど今ちょうど行ったんだよね。いや、あの信号待ちしてた時だったんだけど、で運が良ければここ後ろから抜き去られるか正面からバーンってくるかって感じなんだけど、ちょっと来そうにないですよね。3分間隔ぐらいでなんか来るとかなんとかって、まあ、時間帯にもよるんでしょうけど、そんなことを聞いたこともありますが、前回通った時は正面から来たのかな、反対側を走っててね、だったんですよ。だけど来ないですね。でしかもね、夕方だったんだよね確かね、夜だったかな。あんまりこう見えないっていうかね。いやー、残念。あー、この辺反対側から東海道線が見えたけど、左下ね。残念でした。いや、タイミングそうで、そんなもんだよね。で、左側に港が見えてきて、田子の浦港ですね。富士山に一番近い港って書いてあった。確かにね、そんな感じする。あー、でも逆光だね、映ってるかな、わかんないけど。今新幹線右側追い抜かれる感じだったのに、でもなんか減速してるってことは、富士駅になるのかな、この先の駅。あー、ちょうど今だって50キロぐらい走ってますけど、向こうだいたい60、70キロだもんね、あのスピードだと。あー、映ってねえだろうな、残念。富士川ですね。ちょうどなんか光がこう下に差してくる感じで、なんかすごい幻想的な感じになってますけど、左側ね、見えるかな、ワイドで映んないかな。
川が見えて海が見えるんですけど、見えてないでしょうねそこまでね。何回か通ってるからね、なんか忘れてるってね。あ、しばらく見えないんだったかな。ようこそ静岡市。この先一般道速度取り締まりにご注意ください。桜エビ削り節、農林水産省郷土料理100選って書いてあったね。あ、でもこの辺のやつは消えてる感じかな。あ、あの橋だかなんだか丘を登れば見える感じかな。で、右側にね、これね、夜だとすごい綺麗なんだけど、あの 工場っていうのかな、何の工場だかちょっと分かんないけど、うん、これは結構夜通っても映えますね。きゃー、ちょっと左寄せますね。見えたかな、見えるかな。あ、ちょっと長いだね、ギリギリ。こんな感じ。おー、いいね、高浜インター。なんかあれですよね、湘南バイパス通ってんじゃねえのっていう感じもするけど、もう静岡ですから、ちょっと斜めになってるけど、その辺はちょっとご了承いただいてっていうのがですね。うん、いいですね。これしばらくずっとあの突端の方までね、海沿いなんでね、いいですよね。で、右側にね、確かね、中央道じゃない、透明が見えてて、そこからこの道路がいつも見えてるんですよ。で、あ、いいなぁ、そこだったらもう海の目の前だなぁって、ね、まあ思ってたりするんですけど、うん、今日はちょうどいいですね、いい感じです。もうちょっと、よく言えばもうちょっと雲がなければいいかなって感じするんだけどね。左を通って海が見えるような感じでは走ってるつもりなんだけど、多分映るかな、どうかなって感じですね。ちょっと窓開けて、冷えてきたな、寒いわ。今なんかこう潮風がこうね、いいっすよね、潮の香りっていうか。ちょっと開けとこうかな。そんなにこれぐらいのスピードだったら風切り音もね、まあ、いろんなのついてるいろんなのついてるからね、経験してくれてるんじゃないですかね。はい、まあ、ロードノイズに関してはね、やっぱりスプレーを効いてるみたいで、やっぱりいいっすね。高速もそんなに感じなかったかな。なんか普通に走っちゃったけど、インプレッションも何もなく、あ、良くなったと思いますよ、だん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 。これ以上やるとこあるのかなって探しつつあるんですけどね。まああとはどうかな、静音剤みたいなやつをベタベタ貼り付けるか、静心剤か、ってところなのかな。さあ、ここの、今真上に東名高速が来ちゃったんで、これでクロスしたら海見えなくなっちゃうかな、確か。残念ながら。というところで、またどこかでお会いします。